今も変わらない嵐の絆。アイドルのポジティブな活動休止、解散が増えた理由。最新のニュースから現代のアイドル事情を考える。振付師、竹中夏実氏がアイドル時事を分析する本連載。今回は、東京五輪で垣間見られた嵐の掛け合いを切り口に、近年のアイドルグループの活動休止、解散事情を取り上げる。嵐、櫻井、大野から届いた金メダリストへの祝福メールを代読。東京五輪、水泳の競泳女子 400m 個人メドレー、200m 個人メドレーの2種目で金メダルを獲得した大橋悠依選手。その夜、NHK の東京2020オリンピックデイリーハイライトに出演した彼女に、ナビゲーターの櫻井翔はこう言った。まずは大橋選手。本当におめでとうございます。ちょうどレースが終わった直後にですね、私のスマートフォンが鳴りまして。ちょっと読み上げますね。大橋悠依ちゃんやばいね、ダブルかね。一人ではしゃいじゃったわ、大野さとしさんからいただいております。ご紹介するのも、もちろん許可をいただいております。のためからのサプライズと、許諾を得ていることをきちんと開示するところがいかにも櫻井らしい。行き届いている。さらに、こう続ける。今晩こうして、大橋選手と、中継でお話しする機会があるので何かお伝えしますか。と彼に聞いたところ、めちゃくちゃかっこよかったです。おめでとう。と、伝えられたらお願いしますと大野さんからメッセージいただいております。今も多分見てると思います。大野の大ファンだという大橋選手はもちろん感激し、スタジオは温かい拍手にくるまれた。一部のゴシップメディアが金メダリストを特別扱いして不愉快だとファンから不満が続出なんて水を差すような記事を出していたが、実際のところ、少なくとも私の知る限りは、大橋選手を櫻井、大野と共に祝福する嵐ファンがほとんどだったと記憶している。そして、この一連のやり取りを見て嵐のファンはなんて幸せなのだろうと実感した。こんな気持ちにさせられるのは、彼らが活動休止を発表してからもう何度目かわからない。4人でも6人でも嵐じゃない嵐の活動休止発表。国民的アイドルグループ、嵐の無期限活動休止。2019年1月27日、そのニュースは日本中に衝撃を走らせた。99年の結成時から彼らを緩く応援し続けてきた私も、何が起きてるんだ。と仕事先のダンススタジオでしばらく呆然としてしまったのを覚えている。だけど、全員揃った記者会見を見て、その疑問は解消された。嵐は5人でいることを選んだ。それだけのシンプルなことだと、すぐに分かったからだ。活動休止はファンからすればもちろん寂しい。しないで済むのならそれに越したことはないだろう。でも、多感な年頃から20年以上走り続けてきた彼らにとって、このタイミングで一度とどまることは避けられない道なんだなと、あの会見でファンの多くが察した。4人でも6人でも嵐じゃない5人じゃなきゃ 100% のパフォーマンスはできないと、あの時彼らは繰り返した。そして2020年末までを嵐っていいなと思ってもらえる2年間にしたい、と。そして、実際にそうなった。TikTok、Twitter、Instagram などの SNS アカウントを次々と開設し、楽曲をサブスクで解禁し、嵐によりアクセスしやすい環境を整えてくれた。日本一チケットが取れないと言われていたコンサートは、新型コロナウイルスの影響もあって、ライブ配信で世界中の人に届く形となった。嵐のメンバーとスタッフが、いかにファンのことを考え、大切にし、感謝を伝えようとしてくれているか、そこまで細やかに終えていない私にですら十分に伝わってきた。活動休止後に感じる嵐を風化させない気概。そしてそれは2年どころか、活動休止から半年以上経った今でも丁寧に続けられている。推しているアイドルの活動休止も解散も、そりゃ悲しい。でもファンにとってその日にならないほど辛いことって実は、後々グループ時代が腫れ物扱いされてしまうことではないだろうか。解散後に元メンバーがその頃の話題を一切口にしなくなり、ああ、もしかして、グループ在籍時のことはあんまり思い出したくないのかな、
とうっすら察してしまった経験が何度かある。あれが本当につらい。何がつらいって、自分が応援していたその時間や熱量が、もしかしたら推しの負担になっていたかもしれない可能性があることだ。そう思うと、申し訳なくてやりきれない。だけど嵐は、そういう片鱗を一切見せない。むしろそんな勘繰りをする余地すら与えないほど、活動休止後もメンバー自ら他のメンバーの話題をどんどん口にしてくれる。単なるサービス精神というよりも、タブーにする気なんてさらさらないから安心しなよというメッセージにも思える。大橋選手を通して紹介されたやり取りにも、そうした心遣いが作用している気がしたのだ。嵐のメンバーから嵐を風化させないぞという気概を感じる。そんな人たちを応援できる嵐ファンってなんて幸せなんだろう、とたびたび思うのだ。V6、ドシーウテ。アイドルのポジティブな活動休止、解散が増えている理由。一昔前まで解散や休止といえば、方向性の相違や喧嘩別れの印象が強かったはずだ。ところが近年では、蓋を開けてみると前向きな理由がスタンダードとなってきている気がする。今年の11月1日をもって解散する V6 も、その発表コメントが印象的だった。解散という結論に至りましたが、これは6人が V6 のメンバーであることを誇りに思い、一人の人間として、これからの人生に対して前向きに決断した結果、この6人でなければ V6 ではないという思いが6人の中で一貫していたことから、決断することができました。この言葉通り、解散を発表してから彼らはなんだか以前にも増して6人の V6 を自信でいるようにま見える。6人全員で最後まで走り切ることを、本人たちが一番楽しんでいるのではないだろうか。2017年に解散した、女性アイドルグループのドシーウテもそうだった。12年間の活動に幕を下ろした解散コンサートの翌日から、元メンバー同士が SNS 上でも仲のいい姿を頻繁に見せ、あれ、ドシーウテって本当に解散したんだっけ？と混乱しつつも喜びをかみしめるファンが続出したのだ。私の教え子たちでも解散後、ずっと良好な関係を築いているグループは多い。そんなに仲がいいのであれば続ければいいのに、という見方もあるかもしれない。しかし区切りをつけたからこそ、彼らはずっと気持ちがつながっていられるのではないだろうか。どんなにいい関係でも、近い距離感で終わりが見えないと保てなくなってしまうこともあるものだ。今この瞬間もアイドルは増え続けていて、その一方で解散、休止をするグループもいる。だけどそれってつまり、彼らがメンバーから友人になる未来もあるかもしれない、ということではないだろうか。そう思うと少しだけ救われる。嵐の活動休止は、そんな可能性すらも感じさせてくれるのだ。